静かなる防衛の時間です。イージス艦ハグロ進水式が行われました。一応7月17日進水式、これでイージス艦8隻目となります。まあ、収益予定は2021年3月21年3月マヤが20年ですからもう来年です。マヤが20年3月収益予定です。ここまで来れば8隻体制の2隻は必ず常時稼働できる状態へと持っていきます。一番注目されるのは SM3 ブロック 2A 迎撃ミサイル装置です。これが搭載、マヤ型と同等の作りです。SM3 ブロック 2A 装備があることにより、弾道ミサイルをイージス艦から迎撃できるようになります。日本に飛んでくる前に迎撃です。やはりイージス艦の信頼は年々増し行くばかりでしょう。イージス艦ハグロ全長170メートル幅が21メートルです。これ結構長いですからね。イージス艦の中でも大きい方でしょう。さて建造費ですが1734億円、やはり高額となっています。この装備が加わることにより金額も跳ね上がっています。イージス艦の配備計画がまたこれでぐっと進みます。 SM3 ブロック 2A は1A の約2倍、 1A が100キロですから200キロの迎撃ができます。200キロって結構ありますからね。日本は今弾道ミサイルの脅威に
さらされています。その防衛目的としてこのハグロが防衛力を上げてくれるでしょう。マヤも同じですが、同等ですが、やはり今後迎撃ミサイル装備は必須となってくるでしょう。レーダーもぐっと質を上げる必要もあります。そのため早期警戒機など装備品の補充など必要になってくるでしょう。イージス艦だけでなくネットワーク、自衛隊すべてがネットワークでつながる、そんな時代へと入っています。イージス艦があることにより、やはり防衛の部分でも安心できる部分は多くなります。もしも日本に脅威が迫ってくれば、それだけイージス艦の役割は変わってきます。イージスアショアが2箇所建設予定で、イージス艦もこちらに配備、迎撃の体制は整います。日本に落ちる前に迎撃し、日本を防衛するという任務が可能になります。しかし迎撃ミサイルも安いものではないので、本当に迎撃される時のみ発射されると考えてます。弾道ミサイルの実験などではやはり使ってはこない部分になります。SM3 ブロック 2A 搭載で、ますますイージス艦の質の向上が出来上がりました。今日のご視聴ありがとうございました。